カジカ。そう、これがカジカである。寝食を忘れるという言葉があるが、全くこの男は寝食を忘れている。この曽根次郎という男、地味でやりばいはしないが、あるいは進化論を覆すかもしれない大きな問題をカジカに託して粘っている。もしこの男が偶然ある美しい女に会わなかったら、そう、皆さんも永遠にこの男に会わずじまいだったろう。平凡な女である。結婚して8年、主婦として落第点をつけられるほどの不出来でもない。がこの女にとってどうにも耐えられないものが一つある。一体どうして君は俺が山へ登ることを反対するんだ？反対したことなんかございません。少なくとも積極的に応援したことはないな。だって自分がのけもにされるために夫を応援する妻なんてどこにもないと思いますわ。大ちゃん、あなた山に登るとき私のことなんかこれっぽしも考えたことないでしょ。それは巨女を征服することしか頭にないな。いや、登山ってのはそういうもんだ。私、登山の底が嫌。そのエゴイスティックなとこが嫌。一歩一歩高いところに登る。一歩一歩人間の立て込んでいるところから離れていく。降りることは嫌いだ。登ることが好きだ。こういう男である。ヒマラヤへ行くためなら職を投げ打ってもいいというこの男のひたむきさが、一人の女を捕らえて離さない。誰をも不幸せにしなかったら、それ誓います。誓ってください。それさえ誓ってくだされば、私悪魔にでもなれます。本当に悪魔になりきるためにこの女はある人間の善意と戦わなくてはならない。最後の一人、五番目の登場人物、勝平や京子、曽根や八千代にしろ、みんな欠点はある。ただどこかに自分などの若い時持ってなかった純粋なものがある。その純粋なもののためにみんな傷ついたり回り道をしている。それでいいのかもしれない。だがやがて彼らが完成されたり